こんにちは、バーン編集長広瀬和夫です。バーン2月号のお知らせです。2月号はですね、新年号ということで、恒例のロゴステッカーがついてますね。切れ目もついてますから使いやすいですよ。ということで関東大特集は、今回ブラックサバストニーアユミのインタビューですね。ブラックサバスのヘブン&ヘルとモブルールズの新しいリマスタリングバージョンのデラックスエディションが発売されたということで、トニアヨミが当時のロニー・ジェームス・ディオがいた当時の話を、最新インタビューで話しています。本誌独占のインタビューです。そしてですね、今回、最後の来日を果たしたキッスの独占リポート、これはですね、たっぷり載ってますから読み応え抜群なのでぜひ読んでください。増田雄一さんが書いています。さらにですね、まずこっち、バーンジャパンが、1月18日発売で陰陽座の大特集などをフィーチャーしています。そしてこっち、毎年恒例のですね、2022年の総括、そして2023年の展望を、全ライターと編集部で話をしています。という特集が載ってますね。ポスターカレンダーは、今回メモフィラというね、ガールズバンド。はい。そしてですね、今回は、あれです、もう一つ来日特集、マイケル・シェンカーグループですね、MSG として来日した、マイケル・シェンカーのライブリポート、そして、独占インタビューを大フィーチャーしています。その他にもですね、クイーンズ・ライクだとか、ロイヤル・ハントだとか、いろいろ取材満載です。これは、ロイヤル・ハントね、シンプル。などなど。絶賛発売中のバーン2月号です。よろしく。